ホークスネスト州立公園からのニュガワの、長望ガワ渓谷ニュガワ及びカナワ川とその、流域ニュガワは、アメリカ合衆国のノースカロライナ州、バージニア州及びウェストバージニア州を流れる川である。ミシシッピガ水系に属するカナワ川の支流で、全長は約5 1 5トルある。ウェストバージニア州を流れる部分の大半は、ニュガワ渓谷国,国立河川公園に指定されている。 ニューガワは、アメリカ合衆国の歴史的河川の一つである。ニューガワは、サウスフォークニューガワとノースフォークニューガワが、ノースカロライナ州アッシュ軍で合流して始まる。バージニア州南西部のギャラクス付近を北東に向かい、アイアンマウンテンの渓谷を流れる。プラスー群に入り、クレーターダムでせき止められ、クレーター港を形成する。ダムの北側で、リートル川を合わせ、ラドフォード市街地を沿うように流れ、 凶愛な峡谷を経てウォーカー山に至る。さらに、ジャイルズ軍とナロオズを北に流れ、ウエストバージニア州へ入る。ウエストバージニア州、サマーズ軍のブルーストンダムでせき止められ、ブルーストン湖を形成する。ダムの直下で、グリーンブライアー川を合わせ、ニュー川渓谷へ向かう。渓谷の終わり付近に、ファイエットビルがあり、その数キロメートル北西でゴーリー川と合流して、カナワ川となる。 新しい川という意味の名を持つにもかかわらず、この川は世界で最も古い川の一つであり、3億6千万年から1千万年前に形成されたと考える地質学者もいる。土地の伝承によれば、この川はナイル川に次いで2番目に古く、北米では最古の川と考えられている。しかしながら、川の成立年代を正確に同定することは非常に困難であり、 ニュー川の推定成立年代に大きな幅があることからわかるように主要な川の古さのランキングも確定したものではない。ニューワは概ね南から北へと流れるが、これは南西から北東に向かうアパラチア山脈の地形や大半が西から東に流れるバージニア州やノースカロライナ州の周囲の主要河川と整合しない。この特異性はニュー川が 周囲の地形に遥かに先行して形成されたことを示すとも考えられるが、この仮説もまた実証されていない。ニューガワには、バス、マス、ウォールアイ、マスキーバイク、クラピー、ブルーギル、コイ、ナマズなど、釣りの対象となる多くの淡水魚が生息する。ヨーロッパ人によるニューガワ探検の最初の記録は、エイブラハムウッドが送った1671年の 毛皮貿易のためのバッツフォーラム隊の探検である。ウッズ川などのニューガワの別称は、このエイブラハムウッドにちなむものである。ウエストバーチニア州、ファイエット付近には、ニューガワ警告橋が架けられている。また、ニューガワラフティングでも、非常に有名であり、いくつかのガイド付きツアーが行われている。ファイエット付近のニューガワ警告橋、ありがとうございます。